められたっていう、ただそれだけの自己満の写真で、このチームやっぱこういうとこ最高だなって思いました。正直でも家の話とかそうです、ね、どうもフーホーマンです、今回なんですけども、はい、まあ、いつもより画面が華やかなと思うんですけど間違いない。フーホーマン初のゲストということで、はい、木村愛理さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、まさかね、うん、木村さんが僕らのチャンネルに出てくれると普通ありえないから、ね、いや、ありえないから、うん、いや、今回まず、うん、このコラボのきっかけというか、うん、木村さんが出てくださったきっかけっていうのが、うん、僕がツイッターの方で仲間をちょっと集めたいということで募集したんですけれども、そしたらまさか木村さんから DM をいただいて、はい、コラボできることあるかなって。いや、びっくりですよ、本当に。いや、NBA 俺ら見てたもんな、いっぱい。木村さんといえばね、ワールド NBA でずっとアナウンサーをされてた方ですから、はい、まさかですよ、まさか。僕からは言えないですから、絶対、うん、憧れのね、そうやな、人ですから。そんなことはないんです。もうレブロみたいなもんですから。そうやな、絶対違うワールド NBA で言うとね、どっちかっていうと仕切ってたからポイントガードどこかチャルマンス、チャルマンス、チャルマンスでした。欠かせない存在で、ね、よろしくお願いします。で、今回は、はい、まあ、木村さんは今、うん、川崎ブレイブサンダーズのすごくファンで、うん、まあ、メディアですごく川崎を取材されているということで、はい、川崎ブレイブサンダースの魅力を学ぼうということで、そうですね、今回やってると思います。めちゃくちゃ詳しいから、木村さんは本当に、はい、そうですね、ただのファン代表みたいな、こんなお気にですけど、いやいやいや、中身は本当にバンキシャぐらいの本当にお詳しいので、はい、いろいろ学んでいければと思っています。よろしくお願いします。じゃあまず総一郎が木村さんのプロフィールをちょっとご紹介させて、はい、本日のゲスト木村愛理さんなんですけど、はい、神奈川県横浜市出身のフリーアナウンサースポーツキャスターとなっております、はい、テレビ静岡ワウワウのアナウンサーを経て、2014年4月よりフリーアナウンサーとして活動しております、はい、ワウワウでは NBA などの番組を担当され、そこからバスケにドハマり、現在ではテレビやラジオ出演に加え、イベントの MC やナレーション、ライターとしても活動するなど幅広く活躍されております。ボールトリップマガジンではコラムを執筆しております。ブレカツ、ブレズニサンダースを応援し続けるバスケットボールライブが好評を博しております。ありがとうございます。すごい丁寧にちょっとじゃあ今回木村さんに改めて自己紹介とか、うん、バスケにハマった経緯とか、うん、そのあたりをちょっとお伺いしていこうと思うんですけれども、そうですね、あの多分皆さんは学生時代とかにバスケットボールをプレーされていたと思うんですけど、そうです、そうですね、私は本当に運動音痴の方で、うん、実際にアナウンサーになる時も、うん、サッカーの番組がやりたいって言って受けたんですよ、うんうん、だからワーワーに入った時にNBA のお話が来て、うん、もう私としては青天の霹靂みたいな感じで、その当時、うん、スラムダンクとマイケル・ジョーダンのギリギリアイバーソン知ってます、うん、まあまあ一般の人は、ね、だから正直不安しかなかったんですけど、実際に担当して本当に初めましての人が、まあ、NBA をこうやって見てったらどんなのにハマっていくのかが体現できればいいと思って、うん、やっぱり女性なので自分プレイヤーじゃないから実際に見ていて惹かれるのって、あーかっこいいとか、うん、すごい迫力あるとか、そういう本当にそういうところじゃないですか。そうですね。で、気がついたらハマっちゃっていて、本当に出演者の皆さんと一緒に飲みに行きながら夜中までバスケットの話、スラムダンクの話とかをずっと語り明かすようになってたんですよ。で、まあ、卒業した後も、もうちょっと川崎ブレイブサンダースさんとあのお仕事をいただける機会があって、うん、そこからやっぱり応援するようになってったら、うん、どん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 のめり込んでいっちゃって、なので川崎のファン歴もまだ浅いんです、本当は B リーグになってからなので、うん、だから私もまだ学んでるところっていう感じです、はい、まだ学んでるんですねいやいや、まだまだ知らないこといっぱいありますよめちゃくちゃ詳しいですけどね、いやいやいや、川崎のファン歴は、まあ、木村さんっていうのは大体いつも川崎の試合を見てらっしゃると思うんですけど、ちょっと木村さんのね、お写真なんかをちょっと紹介していこうかなと思いますので、あ、はい、あ、そうですね、いつも、うん、はい、記者席から、でもたまにチケット取って、観客席に紛れたりしても、そうなんですね、うん、見てます、お友達とかが見たいって言ってくれたりするので、活動してるんですね、川崎の。これ、いい衣装
写真じゃないですか。いや、いい、すごい。アングルがね、そう、絶妙ですよ、うん。これは2シーズン前にもうなっちゃうんですけど、うん、レバンガ北海道さんとの試合だったんですけど、うん、その前の節に、当時の北拓也ヘッドコーチが、うん、退場処分に、なるという出来事があって、北さん初めての、選手時代もないんですって、初めての退場があって、で当時、今ヘッドコーチでいらっしゃる佐藤健二アシスタントコーチがヘッドコーチ代行になるっていう試合だったんです。でこの日は帯広での試合開催だったんですよね。でちょっとやっぱりスケジュールも入ってたので、行く予定はなくて、なかったんですけど、これはね、いつも追っかけてるのに、そういう時に取材しないってないだろうと思って急遽全部スケジュールひっくり返して、すごい動きとか全部取り直して行ったっていう時なんですよね。だから選手たちもやっぱり北さんがいない分、佐藤さん絶対に勝たせなきゃって思いで、かなり本当一丸となって戦ってた、いい試合だったと思います。思い出を一緒に、そうで、まさかのこのね、ニック・ファジーカス選手と篠山竜星選手のアイコンタクトの瞬間を捉えられたのがカメラ素人がこの瞬間を捉えられたっていう、ただそれだけの自己満の写真です。最高ですね、この写真、ね、これ嬉しい、うん。じゃ当時その佐藤ヘッドコーチは1勝目だったってことですね、これが。そう、あのリーグ戦は初めてで、で勝ったの、うん、でさらにまさかのこの試合が川崎ブレイブサンダース B リーグ通算100勝目で、ああすごいですね。そう、北さんがなんでよ、ベッド持ってかれたって、次の日もらってました。そんな北さんだけじゃなくてね、うん、日本のバスケ界の重鎮ともすごい、そうですね、ドンコネクト、それすごいですよね。佐古健一さんも東野智也さんも、それこそワーワー時代にNBA の解説のお二人なので、ひたすらお世話になった方々なんですよ。本当にバスケットを何も知らなかった状態をご存知なので、そう、だからなんか逆にハマってくださって、ハマってくれてありがとうって、うん、言ってくださったんですよ。あ、うん、あともう一枚ね、これすごいです、これすごいですよ、はい、ラマスヘッドコーチね、はい、ラマス代表ちょうどその日に要はラマスさんもいらっしゃってたんですよ、うん、で東野さんから紹介してくださって初対面の距離じゃないですけど、うん、仲良さそう、まあ、で川崎のことを応援しながら取材してるんですなんて言ってお話をしたら、うん、ラムセットコーチから、あ、これからもいい取材ができますようになんて言って、その言葉いただいて、そんな感じでアウェイのホームも常に川崎にいらっしゃる。そうですね、なんか気がつくと行っちゃう。じゃあそんな川崎のプロ木村さんに今回は川崎の魅力を教えていただこうと思うんですけれども、はい、まずはじゃあ川崎ブレイブサンダースの基本情報を総一郎の方に紹介お願いします、はい、神奈川県川崎市のチームで川崎ブレイブサンダースと言います。皆さんご存知だと思います、うん、で B1 でずっと強豪チームとして活躍しておりまして、うん、日本代表を3名抱えるようなチームになっております、うん、まあ、篠山竜星選手だったり、うん、ニック・ファジーカス選手だったり、うん、辻直人選手だったりと抱えております。あとは三冠でも有名な藤井優馬選手、三優馬です、はい、そんなすごい選手が揃ったようなチームになっております、うん、はい、藤井選手だって日本代表入ってほしいなって思って、うん、で日本代表の実力ありますよね、ね、うん、あの誰にも負けないハイトップリ倒してほしい、国際試合で見てみたいなって思いますね。じゃあ今回その川崎のその魅力みたいなところを聞いてみたいんですけど、はい、まずは、何から喋れないかありすぎてまずはじゃあチーム全体で、ファミリー感があるところかな。そのチーム選手全体もそうですけど、うん、まあ、もちろんファンの皆さんも皆さん一括りで、すごくファミリー感があるっていうのはまず一つですね、うん、で、あの B リーグ始まった当初は、はい、アリーナ全部ファン埋められますか、怪しいんじゃないですかって言われるようなチームだったんですね、だから、はい、あの1年目の決勝の舞台ファイナルで
まあ、当時の栃木と川崎が戦って、うん、7、8割黄色で、そうです、そう、代々木のね、四国黄色で埋まってしまって、はい、それに比べれば、今、ね、もう本当、ファンも皆さんもどんどん変わって増えてきて、みんな気がつけばね、川崎カラーのユニフォームだったり、ね、T シャツだったりしていて、でファンの皆さんに向けて、やっぱりチームや選手たちも、こうやってやりましょうとか、一緒にこう作り上げてきてる感じがすごくするので、なんかそういうところも好きだなって。今やね、4、5000人簡単に入りますよね。そうですね。川崎も熱いですよね。だから、なんかこう、そういうところもあれば、チームってなると、例えば選手の先輩後輩関係とかもあるじゃないですか。昨シーズンの船橋アリーナでの試合で、はいはい、千葉ジェッツと対戦したんですね。で、その中で前半に23点ぐらいビハインドだったんですよ。そうで、ちょっと苦しい、本当に重たい展開で、4番の青木康則選手がバスケットカウント2本連続取ったりして、はいはいはい、その時のもうベンチコートみんなの盛り上がりっぷり。で、そこからやっぱり先輩たちも目が覚めるじゃないですか、はい、で、なんと逆転して勝つんですよ。で、その試合の後に、シネム流星選手が、ヒーローインタビュー受けたんですね、はいはいはい、で、他の選手たちって皆さん先にロッカールームに帰られるじゃないですか。そしたらロッカーで藤井優真選手とかが戻ってきた青木選手を見て、おいお前何やってんだよ、お前あっち行けよって言って、で藤井選手はね、本当に連れてったんですよ、ヒーローインタビューのところに、はい、そしたら篠山選手も、今日のヒーローはこいつですよなんて言って、いいで実際にその青木選手のプレーの時のベンチの篠山選手だったり、藤井選手だったりのポイントガードのじきじきの先輩ですよね、そういった2人のね、喜んでる表情とかがものすごいいい写真が、あ、このチームやっぱこういうところ最高だなって思いました。なるほど。今ちょっと選手の話が出たんですけど、実際にあの選手の魅力っていうところがあると思うんですけど、はい、いかがですか？選手の魅力は、はい、あのバスケットのお仕事をする前に、例えばサッカーとかのお仕事をさせていただいて、やっぱり野球とかサッカーとかメジャーのスポーツって取材されることに慣れちゃってるじゃないですか。でもバスケットって今でこそね、こうちょっとずつこう私たちもメディアを作ったりして増えてますけど、はい、まだまだ少ないし、いつも同じチームにずっと追いかけて取材してる人はそんなにまだ多くないですよね。そうですね、正直。で、初めの頃に、今もその伝統はあるんですけど、例えばあの試合の後、選手の囲みの会見があるじゃないですか、はい、篠山竜星選手とかを見ていると、はい、もう本当に正しい姿勢が出して、質問する人の方にやっと体を向けたりして、目を見てお話をしてくださるんですよ。すごく丁寧だなって、で、もういいですかとか決して言わないし、誰も川崎の人絶対言わないし、ね、誰に質問してもやっぱり同じような対応をしてくれるんですよね。過去のスポーツ選手の取材の経験から比べても、すごくその皆さんの姿勢が素晴らしかったんですよ。で、あのずっと東芝時代から取材されているベテランの記者さんに伺ったら、もうそれは東芝時代からの伝統だっておっしゃられて、それがね、今プロ化になり、またオーナー会社も変わっても、それはこのままね、続いていってほしい伝統だなって思いました。素晴らしいですね。まあ、じゃあちょっと木村さんがね、これだけ川崎を詳しく取材されるので、ちょっと裏話なんかも聞いていきたいなと思うんですけど。嬉しい。なんだろう、結構ね、ファンの話がないところもいろいろ知ってらっしゃると思うので、そうか、裏話も いっぱいあるんですよ、ね、正直。でも、家の話でいっぱいあるんですよ。まあそうですよね。じゃあ私が嬉しかった話、はい、で、そういうの知ってますね。2シーズン前かな、に、あの私のちょうどお誕生日当日に、福岡でのアウェーゲームがあったんですよ、土日の試合。多分土曜日が試合、あの誕生日だったんですよ。なるほど、はい、日
曜日全部取材が終わって空港に戻るとなると、やっぱりチームの皆さんやファンの皆さんで同じぐらいの時間帯に空港に集まってくるじゃないですか。で空港の中でちょっとお土産見ていろいろこう見てたら、なんかこうフードコートエリアに背の高い人がね いたんですよ。誰だ？遠目から、はい、絶対にニックだなって思うんですよ。でもすぐ分かるじゃないですか。分かりますね。そしたら向こうも気がついてくれて、はい、で結構の距離感だったんだけど、なんか両手を広げてたんですよ。どうしたのかなと思ったらハッピーバースデーって言って、と思って、てかね、当時の通訳を教えたんだと思うんですけど、そう、なんか突然言われたからびっくりしちゃって、空港のど真ん中に、空港のど真ん中に赤面って、ちょっと恥ずかしい。ニック選手は本当にそういう人柄があったかって、実はすごく優しい方だから、すっごくその時も嬉しくて、ありがとう。他何も言えないんです。嬉しくて。そんな感じでした。ほっこりですね。幸せでした。あと他にヘッドコーチのお話とかって何かあったりしますか？今、まあ、だから前のシーズンから、北拓也さんが GM になって、で佐藤健二さんがヘッドコーチになられたじゃないですか。やっぱりこう、この2人は選手時代からずっと先輩後輩としてやってきて、でヘッドコーチ、アシスタントコーチで、で、あの北さんがヘッドコーチになるとき、まだ佐藤さんは選手でいらっしゃったんだけど、でも、もうアシスタントコーチやれって、北さんが誘って引退を決断されてるんですよ。そうなんですか。そう、だからずっと最後の頃も、あの北さんは次のヘッドコーチは健二だって、おっしゃってたぐらいで、なんかそういうところからな、なんだろう、すごい二人の絆の強さとか、信頼関係みたいなのが、結構垣間見えていて、あ、素敵な関係性だなって思ってたんですね。そしたら去年、そういうふうに二人のポジションがまた変わって、ちょっと関係性も変わるじゃないですか。で、あの、シーズン前に、じゃあどういう外国籍の選手を、スカウトしようかとか、どういうチームを作ろうかって今度ヘッドコーチが考えて、初めてだから佐藤さんにとって、佐藤ヘッドコーチにとっては、でやっぱり簡単に決められないじゃないですか。通常よりもだいぶ時間がかかったみたいなんです。でも北アジムは心配しながらも、でもケンジも好きなようにやらせてあげたいって常におっしゃってたんですよ。なんかその言葉に私はものすごくやっぱり愛を感じて、佐藤さんも悩みながらも、でも後ろで北さんが支えてくれるっていうすごい安心感を持ってるんですよね。だからいろいろ悩んで相談ができる、2人のそういうポジションが今になったからより盤石な川崎がより強いチームが作れるようにもしかしたらなったのかなって、ちょっと思いました。だから面白いなって思ったのが、今回藤井優真選手が3冠取ったじゃないですか。はい、すごいですよね。いや、3冠取ったのに、なんで MVP じゃないのって、あと何を取ったら MVP なのって正直私は思ったんですけど、じゃあ冷静に考えて、今回藤井選手何の賞3つ取りましたっけ？ベストディフェンダー賞、シックスマン賞、ベストファイブ。シックスマンとベストファイブって一緒に取るものなのかなって思いませんでした？そうですね、難しいですよね。思いました、正直。ちょっとあれって思うじゃないですか。バスケやってる人からしても思いました。あれってなるじゃないですか、はい。だってベスト5っていうするにスターティングメンバーでしょ、って思う。で確かに振り返ってみると、篠山竜星選手が怪我をされて代わりに出場されたこともありました。そういう意味でも確かにスタメンはやってたけれど、でももう一つ絶対要因があるなと思ったのが、今シーズンのチーム作りで、あの佐藤ヘッドコーチはスタメンを決めないっておっしゃってたんですよ。で相手チームが要は川崎に対してこういうゲームをやりたい、こういう攻めをしたいって思ってるわけじゃないですか。それを想像して、それをやらせないメンバーも、で、そして今一番調子がいい人たちを試合にぶつけるっていうふうに考えてたので、篠山選手だろうが辻選手だろうが誰だろうがスタメンは決まってない。だから藤井選手もそういう2つを取ることができたんですよ。
そうだと私は思ってます。確かにそうですよね、うん、実際にあの篠山選手が怪我してからも、うん、あの藤井優真選手は結構リーダーシップを発揮してたというか、今までになかった存在感を発揮してましたよね。なんか今シーズンそのヘッドコーチが選手の皆さん一人一人に全員がリーダーシップを持ちなさいって、なんかもう後ろにじゃなくて、自分がどんなに若手でもっていうのを本当に口酸っぱくおっしゃってたので、それはすごくみんな浸透してて、もちろんね副キャプテンに藤井選手になったりしてたんだけど、そういうこともあってだいぶその意識的に変わってたのかなって。今シーズンのご自分と天皇杯ですよね。悔しいことある最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは、2-4-1 でした。バイバイ。